スーパーマスコロイダーのグラインダーによる粉砕例を見てみましょう。今回は黒ごまを粉砕します。スーパーマスコロイダーの上蓋を開いた状態です。上部グラインダーは固定で、下部グラインダーが高速回転します。ホッパーから投入された原料は、遠心力により上下グラインダーの間に送り込まれ、そこで生じる強大な先端、転がり摩擦により次第に超微粒化されます。吸い潰された原料はペースト化され、シューターから排出されます。超微粒のペースト状にすることが可能です。